バイオリンゴウェブマガジン「DIGTOKYO」スポーツコーチャー004初心者のためのテニス入門3ストリングスの基礎知識1プロローグストリングスは大きく分けて4種類あります。 最近は中間的な商品もありますが、1、ナチュラル、2、モノフィラメント、3、マルチフィラメント、4、ポリエステルの4種類です。また、ストリングズの太さ、ゲージについては様々なものがありますが、切れないのであれば、16、1.3mm、17、1.25mm が中心となります。 毎日練習して1ヶ月以内に切れないのであれば、細い17、1.25mm の方がパワーの弱い日本人には適していると思います。2>, 2、ナチュラルガット。かつては羊、シープの蝶、ガットから多くは作られていましたが、現在は牛の蝶を使用しているものが多いようです。価格が 張り代も含めると4000円から1万円と高いのが欠点ですが、中上級者はぜひ一度試してもらいたいストリングズです。ナチュラルは打球感、ホールド感、パワー、テンションの維持率とすべての点で優れており、手首、肘や肩にも負担が少ないとされています。ただし、湿気や汚れに弱いので取り扱いにはケアが必要です。3. モノフィラメント。 通称モノと言われるナイロン素材のストリングズでバランスが良く値段も安いので幅広いレベルのプレイヤーにおすすめできます耐久性があり切れにくいのですが3から6ヶ月ぐらいで張り替えることをおすすめします4マルチフィラメント通称マルチと呼ばれるナイロン素材のストリングズで細かい繊維を集めたものでナチュラルに近い打感があります モノフィラメントに比べると耐久性は劣りますが、パワーもホールド感も良く、中上級者におすすめです。5. ポリエステル。通称ポリと呼ばれるポリエステル素材の単一構造のストリングズです。製品によりスピン性が高いものであったり、耐久性が高かったりなど様々な特徴のあるストリングズです。基本的に他のストリングズに比べとても硬いので、 常時トレーニングを行っている上級者やコンペティター以外は使用しない方がいいと思います。多くのプロが使用しているので、真似をして初心者や中高生がポリを貼っていることがよくありますが、テニスがうまくならないだけではなく、怪我をすることも多いので、一般の人は使用しないことをお勧めします。6. ハイブリッドのセットパック。 ハイブリッドにする場合は一般的にはメインにポリ、クロスにナチュラルかマルチを貼ることが多いのですが、フェデラー選手をはじめトッププロの多くはメインにナチュラル、クロスにポリを貼っています。西こ選手は両方のスタイルを試しているようです。2018年9月の US オープンに優勝した大坂なおみ選手はメインにヨネックスポリツアープロ125、 クククロスス・ス・にヨネッッレクシス130といいううハイブリッドを貼っているようです。7、ストリングズのテンションについてストリングズを高いテンションで貼ればボールは飛びにくくなり柔らかく貼ればボールは飛びやすくなりますスピンとテンションの関係については諸説ありストリングズの性質やそのプレイヤーのスイングスタイルによって変わると考えられます例えばバブラのピュアアイロンに角のあるブラストを貼り フルスイングで強打するのであれば、テンションは高めの方がスピンがかかります。しかし、ウィルソンのプロスタッフの S ラケに滑りやすいテクニファイバーのレッドコードワックスを貼った場合、テンションを低めにした方がスピンがかかりやすく感じます。西コリ選手も手首を痛めてから、ストリングズを 4G からエレメントに変え、テンションも低くすることでスピン量を増やしているようです。 季節や天候によっても変化するので、テンションについては実は難しいところがあります。上級者やコンペティターにとってはとても厄介なところでもあります。またとても気になっているのは一般のプレイヤーがとても高いテンションでストリングスを張っていることです。メーカーのカタログなどにも適正テンションとして50から60ポンドとなっているので、55ポンドぐらいがいいと思っている方が多いようですが、一般的な日本人であれば、 45ポンドぐらいが適切だと考えています。特にポリについては低めのテンションをお勧めします。最近のラケットはとても硬いので、ストリングズのテンションは低めにした方が結果的にいい球が打てると思います。8ストリングズのゲージについてほとんどのストリングズは複数のゲージ太さが用意されています。多くは16 1.3mm または17 1.25mm 数字の大きい方が細いですが、ポリエステルのストリングズはもっと細い18 1.2mm 以下の商品もラインナップされています。太いゲージのものは耐久性があるとされていますが、これは切れにくいのであっていい性能が続くということではありません。 ストリングスというものはラケットに貼った時から徐々に劣化、伸びていくので、できれば3ヶ月、長くても6ヶ月に1回ぐらいは貼り替えるべきです。ポリの場合、日本人で正しい打ち方をしていれば、最も細いゲージを貼っても、毎日2時間程度の使用ならば切れることはないはずです。細いゲージのストリングスは、太いものに比べてスピン性能もパワーもタッチもいいので、モノ、マルチ、 ポリのいずれかについても、細いゲージのものをおすすめします。プロや大学の体育会の選手のように1日6から8時間ハードに練習するのであれば、太いゲージにするメリットがありますが。次回は有名ラケットメーカーの人気モデルについて解説します。お楽しみに。スポーツコルチャー004初心者のためのテニス入門3